香り沖縄読谷漁港に来てます。まあ、車で那覇から1時間ぐらいですかね。それぐらい北上すると漁港の中でもこんなに海綺麗です。漁港ですよこれ、もうエメラルドグリーン。今日はですね、沖縄の独特の食事を紹介したいと思います。名付けてイカスミ汁ブラックスープ。正直これ飲んでいいのっていうスープです。めっちゃ美味しいから。それがあるのがこの漁港の隣接している海んち食堂、行きましょう。漁協自慢イカスミ汁あります。お持ち帰り限定。食堂は2階ですか。海んち食堂2階です。あ、ちょっと気をつけて。ちゃんとありますよ。イカスミ汁930円。近づけない、近づけない、近づけない。外でも食べれます。ここで食べようと思うんですが、後ろの景色見て、読谷村のエメラルドグリーンです。やばやばくないこの景色。ちょっとおー癒される。沖縄の海やばいな。これ夕方サンセットですからね。じゃ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 ん、来ました。紹介したかったイカスミ汁、わかります？この衝撃見て、これ60でしょ。もうこれ、これがめっちゃうまいから。真っ黒。いただきます。いや、ほんとおいしい。ここイカスミ汁ってあっちこっちでもちろん食べれます。でもここのはスミが濃厚なんです。イカスミっていっぱい取れないから、やっぱ値段がちょっと高いんですよね。だからやっぱこうイカスミ入れて濃くすればするほどやはり経費がかかってしまうので、ちょっと薄めにしてるところも多いんですよ。でもここの濃いから美味しい。イカスミの濃く、うわこれね、例えようがないかも。イカスミの美味しい出汁と濃くが口の中に入ってくる。ちょっと黒いです。これ黒くなるんです。デートはね、おすすめできないかも。歯が黒くなるんで、あと唇も黒くなります。中もすごいから、これ具が見て、イカたっぷり、一匹入れたっていうのが入ってる。イカ食べ応えすごいから、柔らかくて美味しいか。イカスミ汁でお米が進むイメージがないんですけど、これ本当に試してお願い。こんな美味しい料理、なんでみんなもっとテレビで言わなかったのって言いたくなると思う。たださっき言ったように、デートの時は歯の間黒くなったり、唇が黒くなってブラックデビルみたいになる可能性もあるけれども、あともう一個問題は次の日のトイレ、大変なことです。お尻で書き初めできるから。食事中です。しかも俺が食ってます。うぅぅぅって言う。食事中です。それもう一個なんですか。これはマグロとイラブチャーなのかな。酢味噌和えです。あ、イラブチャーだ。鱗の色が、皆さんにこの前紹介したあの派手なやつ、ほら鱗はちょっと派手に見えます。うんうん、甘さと酸味素晴らしい。食べれます。はい、もう全部大丈夫です。待ってんだ。本当にイカ、イカしかいないっていうか、食べた瞬間に口の中がもうイカという世界に支配される。例えればいいんだろう、炭のコクとイカ臭さと、イカ臭さって言うのがなんて言えばいいんだろうな。イカなのよ、イカ濃い。よく考えたよな、これ。あのイカスミパスタとかイカスミチャーハンとかは聞いたことありますけど、なんでみんなこれ趣味にしないんだろう。絶対試したらうまいってみんな言いますから。
うん、まっ、濃い、炭が濃い。ペロッといっちゃいました。行くよ、牧場見ても飲みたくなるかもしれない。本当ですか？嘘だよ。いいじゃん、そんなこと言っても。口な黒くなってる。なるよ、そりゃ。黒くなるでしょ。もう仕上げちゃっていいですか？あちこちイカスミ汁ありますけれども、車でちょっと1時間ぐらい遠出していいなと思ったら、読谷漁港にありますこの海んち食堂でこのイカスミ汁試してみてください。そしてまだ正月じゃないけれども書き初めしたいなっていう人もこれ食べてみてください。次の日の朝お尻で書き初めできます。安心や。これ何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 猫。